えー、借金金ですねお金を貸してくだささいいいととう動画とさせていただだきますだって返せる能力とかあるんだったら分かる返せる能力ないのにお金借りるって泥棒じゃん泥棒だからだからできないはい大橋正信でございますよろしくお願いいたしますということで、えー、今回は、まあ、告知も含めてかなお話をさせていただきたいというふうに思いますよろしくお願いいたしますまず一つ目まず一つ目はね えっと今週の5月25日土曜日時間は17時を予定しておりますまたね私が何かやらかさない限りは予定通り17時からというふうになると思いますけどもえ例のごとく月1恒例の上杉隆さんとの YouTube コラボさせていただきますパチ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 よろしくお願いいたしますまあ前回ねえっと4月にえー やらていただいたただ YouTube コラボの時にはちょうど10、うん、ちょうど東京15区の補欠選挙だったかなの真っ最中でえ黒川くんがねなんか暴行したとか受けたとかっていうことでなんか警察の方に <laughs> リンジ警察の方にねなんかこう車で向かうみたいなそんな状況のね動画があった。 のを見て、なんか、ワイワイガヤガヤしてたような印象がありますけども、まあ、その1ヶ月後というかな、翌月の5月には、黒川君を含めた、つまさの党が、関係者が逮捕と、黒川容疑者と、えっと、黒川容疑者、根本容疑者、杉田容疑者だったかな。はい。まあね、まあ、そんなことになってたということで、まあ、それはいいとしてね、まずそんな、まあ、そんなことがあって、 まあ今回はね YouTube コラボで上杉さんに対して、まあ、今回の翼の件も含めてね何か、えー、ご質問など聞いていただきたいことがあればぜひね YouTube のコメント欄の方にコメントいただければというふうに思いますその分ねご質問の内容でねまたその、えー、コラボの何、えー、だろうなこう盛り上がり具合というものが変わってくると思いますんでぜひね上杉さんに聞いてみたいなと、えー、こんなことでこう 雑談してほしいなと <laughs> いうことがあればねぜひ、えー、コメント質問していただければというふうに思いますまあ、もちろんその、えー、と youtube コラボ上でねチャット欄でご質問していただいてもいいんですけどまあそれをね必ず拾えるかどうかっていうちょっとお約束もできないんでできたらね事前にコメント欄の方にコメントしていただけたらありがたいです、えー ご質問は YouTube のコメント欄のようにコメントしてください。よろしくお願いします。それ以外では基本受けておりませんので、すいませんけども、よろしくお願いいたします。繰り返しになりますけども、ぜひ5月の25日土曜日17時からの YouTube コラボ、上杉さんとの YouTube コラボ、ぜひご覧いただければというふうに思います。よろしくお願いいたします。と、あとね、もう一つ。えー、と、まあ多くの方はそんなに気づいてないかもしれませんが、 まあもう一つちょっと告知をさせていただくと、ええと、まあこうやってメインでね、こう YouTube で動画出していただいている、いただいているの、出させていただいているのと、そういった別に、まあ1分未満のショート動画っていうね、YouTube にあるんですけど、そのショート動画っていう形で、まあ過去にね、私がオープニングで <laughs> 使っていた動画をまあ上げていたんです。ちょっと途中までだったんですけど、 それをね、一旦、その YouTube 上では、えっと、非公開にさせていただきました。で、非公開にしたんですけど、でもね、ちゃんと、えっと、皆さんに見てもらい、もらうように、えー、作り直して、アップロードしました。してるはずです。<laughs> 今、現時点ではまだできてないんですけども、この動画が上がる頃には全部見られるようにしようと思っております。で、それは YouTube ではなくて、えっ、ー、と、TikTok。<laughs> ね、48のおつながり TikTok っていうのもどうかと思うんですけども、まあ、とりあえず TikTok の方で、えー、ご覧いただけるようにしようと思っております。はい。で、この動画のね、動画説明欄から、まあ、TikTok の、ね、リンクも貼っとこうというふうに思うんですけども、 えっと過去私が YouTube のそのオープニングで作った動画の数が61個現時点において61個 <laughs> 60個も作ったんかいと思ってたんですけどね孫子孫子孫ー孫チーシ,シ,ーシ,ーシーっつってねこうやってね踊って,踊ってるこうアホ踊りしてる孫子の動画も含めた上でねあれを大体たま約61個と <laughs> まだね、あのー、公開してない動画もあるんですけども まあ大体61個作ってると。で、その、えー、オープニングだけを、えー、ひとまとめというかな、えー、61個、まあ、これからどんどんね、増えていくと思いますけど、その60個以上の、えー、オープニングの動画をご覧いただくように、TikTok の方で、えー、アップロードしていこうと、今後はね、はい、やっていこうというふうに思っております。えー、過去の部分も含めて、で、まだね、公になってない動画も、TikTok の方ではね、先行して、 えー、アップロードしていこうというふうに思っておりますんで、まあ、もしよかったらね、えー、TikTok も見られ、ねあのなん、アプリをもう入れてる方はもういいんですけども、もしね、まだ TikTok を入れていない、そこのあなた、そこのあなた、もしよかったらね、TikTok、まあ、いろいろね、こう、なんか、ね、TikTok は中国はうんぬんかんぬんつって、まあ、いろいろこう懸念されてる方もいらっしゃるんで、無理にとは言いません。 絶対にやってくださいとは言いません。ま、あもしよろしければ、もしよろしければ、ね、うーん、TikTok。なんか、なんだっけな、TikTok l i g h っていうのがあって、こう、視聴専用のアプリもあるみ,あるみたいなんです。で、そのティックトックライトを視聴すると、ティック t ティックトックライトを使うと、なんかこう、ま、あ俗にいうポイ活ができるそうなんで、えー、TikLight を、TikTok l i で、 もしね、あの、まだ TikTok l i イトっていうアプリを入れてないよと。で、もしなんだっけ、おしを動画を見てみた、見てやってもいいぞというのを思っていただける方はね、あの、概要欄とか、あと、コメント欄のトップの方にね、えー、私の紹介コード、<laughs> 紹介コード貼っておきますんで、YouTuber みたいな。<laughs> 紹介コード貼っておきますんで、その紹介コードを使って TikTok l i イトを、えー、あ、もう一回よ。 TikTok ライトをインストールして私のえ紹介コードを入れて登録するとなんかね4000円もらえるらしいです。<laughs> 4000円もらえるらしいです。ね怪しいでしょ <laughs> 怪しいでしょねな,なんでなんでそれだけで4000円もらえるの怪しいでしょ、はい、だから無理にとは言いません。無理にとは言いません。はい、4000円分のポイントがもらえるらしいんで、まあ、それでもいいよと。あのまだ ティックトックライト入れてないし、まあまあ、これを機に入れてやってもいいぞと、えー、私の動画も見たいし、ティックトックライトを入れてやってもいいぞということはね、あの私の紹介コードを入れれば、4000ポイント、4000円分のポイントがもらえるらしいんで、えー、入れていただけたらというふうに思います。えー、入れてくれたら私も少し嬉しいと。うんただ、繰り返し言いますけども、なんか中国が作ったアプリで、いろいろ問題があるということもね、あのネット上では そういった懸念の声も上がってるんで無理にとは言いません無理にとは言いませんでもね、えー、4万4千ポイント欲しいよとねおわしの動画を見たいよとだったら TikTok ライトがいいよと、えー、いうことにねこう合意していただける方は私の紹介コードを使って入れていただけると4千円入るそうなんでやってみてください、はい、無理にとは言いません強制はしません共有はしません、えー、無理にとは言いませんよろしくお願いいたします なそんな感じです。はい、入ってくれたら私もちょっと嬉しいです。よろしくどうぞ。はい、以上です。